コスコチャンネル。ハムチーズクロワッサンポケッツ8個入り2398円です。はい、こちらは冷凍コーナーで販売されてた商品です。メルマガでね、新商品として紹介されてたのを見てとっても気になってたんですよ。めっちゃ美味しそうじゃない？冷凍のパンってさ、結構当たりはずであるからさ、賭けではあったんですけどね。このパッケージのデザインがとっても美味しそうだったので試してみることにしました。開けてみたいと思います。おー、すごい個包装になってる。ありがたい。ザラ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 、このままスーパーとかで販売されてそうな雰囲気だけど、冷たい、冷凍だからね。すごい、ちゃんとクロワッサンの生地になってる。香りもちょっとバターっぽい。はい、近くでお見せしたらこんな感じです。一般的なあのクロワッサンの三角形の形じゃなくて、クロワッサンの生地を使ったお惣菜パンみたいな感じかな。中に具材を入れて、左右から折りたたんで、サンドしてある感じですね。はい、厚みはこんな感じ。ちょうど1人前でね、食べやすいサイズという感じですね。ハムとチーズと、そしてクロワッサンの組み合わせなんて間違いないですよね。これ食べ方はどうなんだろう。解凍してそのままお召し上がりいただけます。だって食べれない。めっちゃ美味しそうなんだけど食べれないみたいです。これちょっと無理やり食べてみたい。あれしようか、電子レンジで一回ちょっと解凍して調理してみようか。だってこれさ、食べるために1日冷蔵庫に置いときましょうなんてめんどくさくて、そんなのやってらんなくない？正しい食べ方ではないかもしれないんですけど、電子レンジで温めて中身だけ解凍して、トースターで焼いてみたいと思います。正しいかどうかは知らん。はい、はい、焼いてきました。こんな感じです。まずは電子レンジ500ワットで1分温めて、その後トースターで2分焼きました。あんまり焼きすぎるとね、表面が焦げそうな感じだったよね。やっぱクロワッサン生地ということでね、油分が多いからね、焦げやすい感じがしますよ。まだ食べてないんだけどね、すごくいい予感がします。なんていうかね、冷凍パンっぽくないんですよ。パサパサしてないというか、よくある冷凍パンってすっごいもう表面がパリパリのカチカチになっちゃうことって多いんだけど、これはやっぱり油分が多いというか、やっぱクロワッサン生地っていうのがいいのかな。すごくね、香りもいいです。で、中に入っているのがスモークハムとチーズということですね。ちょっとこれじゃ分かりにくいので半分にカットしてみますね。おー、すごいカリカリしてる。はい、断面はこんな感じです。クロワッサンっぽい層になってますね。そしてハムとチーズが挟んであります。すごくね、中はしっとりしてる。わー、めっちゃいい。表面カリカリ、中はしっとりですよ。めっちゃいい。いただきますね。はい、香り、うん、すごい美味しい。うわ、クロワッサンも美味しいけど、チーズが秀逸。なんかね、なんやろ、こうすごい外国っぽいチーズです。しっかりした風味と酸味が強いチーズ。あれよね、スイスチーズだからかな、チーズフォンデュを思い出す味です。いや、ハムも美味しい。しっとりしてるし、ちゃんとなんかスモークの香りもするし、これさ、調理方法は書かれてなくてさ、解凍して食べてくださいみたいに書いてあるけど、絶対焼いた方が美味しいと思うな。温めた状態で食べた方がいいです。これで8個入りやったっけ。で、いくらだ？2398円ってことは1個あたりの価格が299円。300円か。300円って思うとそんなに安い感じじゃないね。でも美味しい、美味しいし、冷凍でいつでも食べられるって思うといいかもしれん。美味しい。コストコではね、今までいろんなその冷凍パンっていうのを販売されてたんだけど、かなり私の中では上位に食い込む美味しさですよ。これはね、いいと思います。気に入りました。カークランドシグネチャーナチュラルミネラルウォーター 500ml 35本入り928円です。はい、コストコのプライベートブランドカークランドシグネチャーのお水を買いました。めっちゃ久しぶりに買いました、お水です。うちはですね、備蓄用としてコストコで買ったお水をストックしてるんですけど、まあずっと持つわけじゃないからちょこちょこ飲むわけですよ。今まではロクサーヌというお水を買ってたんだけどね、それがもうなくなっちゃったので、新しく買いました。カークランドシグネチャーのお水を買うのはね、すごい久しぶりです。これ最近ね、リニューアルしてパッケージも変わりました。はい。ちょっと待って。
ちょっと待って、めっちゃ重いんだよな。だって 500ml が35本入ってるから、これで全部で17キロあるんですよ。めっちゃ重たいです。はい、こんな感じ。あのね、これ持ち上げる時にさ、重いのはもちろんなんだけど、パッケージのさ、プラスチックボトルがすごい柔らかくてボコボコなのよ。だからさ、持ち上げるじゃん、めっちゃなんか水が潰れそうです。容器が割れてしまいそうでね、すごい不安だった。持ち運びにくさこの上ないんだけど、これどうにかならんのかね。ちょっと情報がないかな。ナチュラルミネラルウォーター香水、製造所アイリス大山って書いてある。これもしかして日本の水なんじゃない？あ、書いてある。採水地静岡県裾野市須山って書いてあるよ。へえ、じゃあこれ日本の天然水なんだ、すごいね。ってことはこれ日本でしか販売されてないお水ということなのかな。これで35本入りだから1本あたり 26.5 円ということになります。めっちゃ安いよね。こんなんもうスーパーとかコンビニとか買えなくなっちゃうよね。へえ。カークランドシグネチャーなのに日本製ってあれだね、トイレットペーパーと同じだね。日本で作られてるってことはさ、それだけ供給も価格も安定するってことですからね、いいですよね。ラベルです。何も書かれてない。賞味期限も書いてない。あ、書いてあった、2026年の2月と書いてあります。2年ぐらい持ちます。はい、柔らかい。まあ柔らかいのはさ、他のお水もそうかもしれんし、これ1本だけ柔らかいのは別に大したことないのよ。あの、別に飲みにくいってこともないし、あの海外のさ、お水あるあるのコインみたいな薄い蓋とかでもないしね。はい、いや、なんやろうな、やっぱ国産っていうとちょっとそれだけで安心するね。いただきたいと思います。うん、水、あ、もう全然普通に水、美味しい水。もうずっとこれでいいじゃん、水筒持っていかなくていいじゃん。あの、常温だけど全然飲みにくさもないしね。うん、え、私これでよくない？私毎日ね、あの、水分取ろうと思って水をずっと飲むようにしてるんですよ。毎日ね、2リットル水飲むって決めてるからさ、これでよくない？これでさ、4本飲めばいいわけでしょ。4本飲んでもだいたい100円よ、よくない？これでね。ただこれ持って帰るのは本当に重いし、持ちづらいし、柔らかいし、なんかこうすごく気を使うんですよ。カートに積むのも大変だったし、車に乗せるのも大変だったもんね。すごい気を使いました。それだけね、どうにかしてくれたらもっと嬉しいんだけど、それででも値段が上がるのも嫌ね。どうにかこう腰を痛めないようにですね、気をつけて持って帰る方法を考えたいと思います。庭園アトランティックサーモンハラス 100g あたり269円です。はい、こちらはですね、フィッシュコーナーで販売されてたハラスです。ハラスっていうのは魚のお腹の一番下の部分ですね。脂がめっちゃ乗ってるトロの部分で、こちらはアトランティックサーモンのハラスになります。一番脂がノリノリになっているところで、皮とあのヒレがついてますね。細長く切り出したところがたっぷり入っているという商品になります。この商品はね、不定期ではあるんですけど、コストコではたびたび販売されてます。このね、サーモンハラスがね、うちの上の子が大好物なんですよ。あの、もう庭園っていうことなので味がついてるんですよね。なので、このままフライパンもしくはグリルで焼くだけで美味しく食べることができます。今回で賞味料は1068g、価格は2873円で購入しました。ちょっとね、このサイズグリルじゃ入りきれないから、だいたいいつもね、3等分ぐらいにカットして、焼いて調理するようにしております。これがね、本当に美味しいんですよ。めちゃめちゃご飯が進みます。ただ結構ね、焼いた時の油の出方がすごいんですよ。ギットギトになっちゃうし、結構こってりします。美味しいんだけど、そのこってり感がちょっと苦手だわっていう人はこちらもダメかもしれん。どちらかというと、なんか若者向けのサーモンっていう感じですね。スージーズアメリカンクラシックポテトサラダ 300g 4袋入り1868円です。ポテトサラダにアメリカ式とかあるんよね。知らんかった。知らんかったけど、日本のいわゆるポテトサラダとは見た目がね、全然違う感じがしますよ。今回ね、実は割引になってました。570円引きになって1298円で購入することができました。あ、すごい、小分けされてる。ポテトサラダが1個、2個、
3個、4個入っております。こちらが1袋あたり 300g 入りですね。結構な量だね。 300×4 で 3412、 1.2kg のポテトサラダ。すごい、具材がゴロゴロ。何が入ってるんだろう。じゃがいも、玉ねぎ、セロリ、マヨネーズ、ゆで卵、ピクルスと、感じですね。これを見るとね、マスタードが入ってるっていうぐらいで、そんなに日本のポテトサラダとね大きく違うっていう感じではなさそうなんやけどね。ただそうか、セロリ入ってんのか。セロリ珍しいね。セロリとピクルスか。だからなんかこれを見るとどっちかっていうとさ、あれみたい、タルタルソースみたいな、そんな感じ。香りはね、ほぼタルタルソースです。ピクルス入ってるからかな。ちょっとね、酸っぱめの香りがします。へえ、すごいね。アメリカのポテトサラダってそういえばあんまり食べたことないね。あんま意識したことない。はい、中身を混ぜ合わせてみたらこんな感じです。この量で 300g 入りです。たっぷりです。何がまず一番違うかっていうと、じゃがいもの形状が全然違う。ゴロッとしてます。潰してない。これがアメリカンスタイルということかもしれん。そして日本でいうポテトサラダと比べるとかなり水っぽいんですよ。すごい水分たっぷりな感じだから、サラダじゃなくてなんかね、ソースっぽいの。はい、それでは味見してみたいと思います。うん、うん、食感がザクザク。じゃがいももセロリも、うん、じゃがいも本当にね、思ってるそのポテトサラダのあの滑らかな質感とか柔らかさとかじゃ全然ないんですよ。もう本当にね、かなりの固ゆでです。だからある意味すごくサラダっぽい感じではある。うん、面白いね。全然日本のポテトサラダとは違うからさ、逆にアメリカの人が日本のポテトサラダ食べたらびっくりすると思うよ別物。やっぱソースよりやね、食べるタルタルソースっていう感じ。うん、はい、残りの商品はね、リピート品も多いので価格だけ読み上げていきたいと思います。まずはこちら、雪国舞茸極み 500g 入り359円です。はい、私がたびたび紹介しているマッチョな舞茸です。とっても美味しい舞茸が今回ね、特別価格になってました。いつもより安く買うことができました。白菜1玉188円です。とんでもない重さです。すっごい重たい、もうびっくりするぐらい重いです。赤ちゃんサイズになります。こうやってね持って帰ってきた。スーパーで売ってるものと比べると安いしでかいんですよね。野菜すらも大きい。美味しくいただきたいと思います。九州の卵ひよ左衛門20個入り325円です。はい、こちらも毎回買っている卵です。スーパーよりも安く買える卵なんですけど、前回買った時よりもちょっとだけ値上げしたかな。それでも10個入り1パックの価格が160円ぐらいです。とってもお安いです。味も美味しいので気に入っております。北海道産長芋1本378円です。コストコの長芋といったらね、前も紹介したことあるんだけど、あの短いものが3つセットになってるものが一般的なんですよ。こうやって丸々1本長いものが売ってるのは珍しいなと思って買ってみた。北海道産の長芋ということです。栄養満点だそうです。熊本県産生姜 800g 入り648円です。コストコの生姜めっちゃ久しぶりに買ったけど、相変わらずすごい量になります。あー、すごい、じゃじゃじゃーん、こんな感じです。お化け生姜だすごい立派な生姜、しっとりしてて美味しそうです。今回はね、これを使って久しぶりにあの生姜シロップ作ってみたいなと思ったの。炭酸で割ったりお湯で割ったり、いろんな飲み方ができると思ってね、生姜シロップにしてたらお料理にも使えるしね、とても立派な生姜です。はい、というわけで今回は2月2回目のコストコ購入品を紹介させていただきました。今回のお買い物の合計点数は15点、合計金額は19588円でした。はい、今回はですね、いろいろ魅力的な商品があって、トリュフチキンニョッキとか私めっちゃ好きだったんだけど、でもやっぱりこれかな。これあのそんなに期待してなかった。正直見た目がおしゃれだなと思って買ってみたものだったんだけど、思った以上に美味しかったし、いい商品でした。これの出会いはね、良かったです。最後までご覧いただきありがとうございました。次の動画もお楽しみに。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。